るから。絶対うまいじゃんこれ。おー、うまそう。ちょっとやってもらおうかなと思いましてね。まあこれ先に言っときますけど、海苔で作ります。いやいや、あら、海苔で作れるもんなん。分量とかじゃないです。ああ、海苔で。ああ、なるほどね。でも計らずとも川越シェフも同じことできるって言ってました。なるほどね。よっしゃ、ちょっとお腹も減ってきたんで、はい、お願いします。お願いします。いくぞ。まずちょっとな、になっちゃった。喋んなからちょっと喋っていいのに。喋ってよ、ね、あ、この穴を開けて、はい、火が通りやすくなるとか。ちょっと言い方が怖いんだよ。ちょっとじゃあ巻いていきましょうか。はい、あ、来た。これがチャーシューの力。おー、すげえ。チャーシュー力。チャーシュー、超シュー力みたいな。あ、断面のね。さすがにこの奥行きまで一緒だったらもう一本豚。一本豚。たまにあるからさ、そういう店。本当ね、まあね。だから、いや、焼くんで、うん、あの皮を外側にしてくださいって言ってたよ。あー、なるほど。約束です、僕は。約束をしてる人の目が全く見えなかったけど、僕との約束です。食材と、おお、すげえ。なんで？いや、まあ理由は同じです。理由は同じです、はい。おお、おお、すげえ。もう美味しそうだもんな。あー、そのことちょっと入れたら、これどうせ後でね、煮るんで、もうぶち込んでおきましょう。はい、さようなら。はい、まずこの長ネギの青い部分ね。はい、もう濃いです。おお、ニンニク。ニンニク濃いです。あ、ニンニクも入れると。はい、はい、はい。うん、ザクザクっぽいです。ザクっぽいね。はいはいはい。やっぱ経験からなる海苔にしようか。はい、でもこんぐらいしましょうか。はい、しますね。やんだ。一回ちょっとね、怖いよもう。あ、うん、あ、そっか、うんうんうん、飲みやすいな。飲みやすい。 3.9。でも醤油だからね。うん、醤油こんぐらいだとしたら、はい、醤油2に対して1ずつですね。はあ、はあ、なるほど。この、はい、あ、味の素ね。はい、もうドバドバちゃんですよ、こんな。いや、あ、もうここも海苔でいっちゃいますか。砂糖も。ドバドバちゃんですよ。海苔だな。めんつゆも入れる。ふざけてる。あー、これでかいからもうちょい必要だな。で、圧力鍋なんで、はい、スッとして、で、まず強火で。おー、すげえ。うわ、めっちゃいいじゃん。うわ、うわ、また裏がまた濃くて、うわ、すげえ。また開けたら匂いがさらに、うわーってきますね、これね。
ジニアル開通したんか。あ、うおー、ま、あ、ちょっとやっぱね、巻き蓋できなかったということでね、はい、戻します。戻しましょう。よいしょ。絶対うまいもんな。おー、絶対うまいじゃんこれ。おー、いやだ、いいんだろうね。ではよいしょ、よいしょ、おいしょ。うわ、うまそう。あらららららあらら、あれあれ、おー、切ってみましょうか。さあ、切ってみましょうか、はい。あ、あれいいじゃん。うわ、いいですな。うまそう。ちょっと極厚でいってます。いっちゃいましょう、いっちゃいましょう。もやしが上品に見えるね、これは。よいしょ。おお、はい、はい、うまそう。食ってみましょうか。いきましょう。はい、じゃあできたということでね。はい、食っていきましょう。はい、これよ。うわ、いただきます。はい、いただきます。あ、うまっ。あ、うまっ。柔らかいな、これ。うん、ちょっとお野菜もいただきましょう。お野菜ね、うめえ、これ。うん、この海苔正解っすね、これ。うん、海苔正解だわ、これ。うまいね。味完璧だわ。早っ。もうない。早っ。え、マジで。うまいっすね、これは。うまっ。うまっ。豚追加券買っとけよかったわ。ほら、誰もいいじゃないか。追加したよ。おっしゃー。で、やべえ。ほら、これが欲しかったんだ。いや、これめちゃめちゃ欲しかったわ、これ。いや、なんだこの YouTube は。あ、この YouTube、 マシマシ TV あるよ。うわーい。おー、ニンニク。あれ、わーい。うわ、うまそう。ちょっと、じゃあ行っちゃいましょう、これ。行っちゃいましょうか。は、はい、お、は、いただきます。失礼します。うん、はい、はい、米、ニンニクを乗っけて。うん、うん、どうですか。うまくね。ジローで。ジロー。ジローですか。はい。え、はい。ジローなんですか。これジローになりましたこれ。マジですか。乗っけてください、ニンニク。次、喉かい。え、あら、あらら。はい。あ、うわ。うわ、出たプレミアムモルツ。そんでついにこのグラスをコンボ揃った。おお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 お
9%をいただきます。はい、9%を。あんま度数で言わないでください。酒のとこ。適当に分量入れてたとは思えないでしょ。いや、そうだね。ちょっと何ちょっとトップかもしれないな。でもマジ、チャーシューって適当でいいのよ。たまにこれ一人で食ってんすよ。いや、まあいいとは思うけど。ジム、おお、いいね。ジム作っちゃっていい。ニンニク入れますか。ニンニク、あ、お願いします。よしね。リアルになんか、ジローのお店の人とかこういうまかないの可能性もあるよね。確かにな、うん、うわ、下米、下米っす。へい、
すげえ。うわー、これやばいっすね、これ。これ食べちゃいましょう。そうなんだ。味付けはですね、この脂身がちょっと多めのブリンブリン豚という意味では、亀戸か川越の豚にかなり近いです。なるほど、どちらも、横浜関内店出身ですよ。んでなんかスタミナ入れた後にまたスタミナ入れてね何かを乗り切ろうとしてんのか俺は。いた感じもいいですね。あ、よろしいと、お疲れ様でした。いやー、爆うまっしたね。はい、家でこれ食えるのちょっといいよね。でも見たでしょ、その工程。あ、はい、めちゃくちゃ簡単だから。確かにね。まあでもこんだけ簡単なんで、マジで試してみてください。確かに。割合なんで、結局割合守ればいい。あー、なるほど。分量じゃなくて、確かに全体からね、見て。そう、割合です。ぜひお試しください。はい、というわけで、はい、次回何かを作る何かを作るぞ。交互したい。お疲れです。Thank you.